何どうしたの。いやいや、そんなできるんですかと思って。だってそうしたいって言ってるから。いや、したいです、もうしたいんですけど、うんうんうん、ここは散らかしてもいいけど、うん、こちらは散らかさないというルールをしっかりと守っていただければ、うん、今日からあなたも、はい、セレブリティなマダムに生まれ変わりますよ。週末ビフォーアフターはご夫婦2人で IKEA にお住まいのお宅の続編でございます。前回動画配信をするために家中を放浪していたこの家のママ、この家がどんな風に生まれ変わるのか、まずはこちらの模様からご覧ください。どうもおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかまた撮ってんの。あの時さ、私がさ、はい、この家に来たさ、はい、もう昼に出してたよ。もう本当にね、純子の間にハマったでしょ、独身です。何それ、やめて、人をなんかこう、なんか落とし入れる沼みたいに言わないで。風の間にハマった人たちが、ああ今度は純子の間にハマったってことで、いや、いっぱいそういうコメントもらってますよ。本当に、ね、やだ、もうまだ何の結果も出してないのに、この家で。でもなんか、ちょっと片付いてんじゃないですか。いや、あのですね、あのピザのシャトーのような。ピザのシャトー、まだあるじゃん。中身があれから2ヶ月ぐらい経ってるのに、ええ、まだこれあるの？実は綺麗にしたのは昨日なんです。嘘でしょ。うわっ、あー来たの。ねえ、あなたは私のこと大好きだからね。片付けがとにかく本当に私はできないそう、本当だってさ、こんな可愛らしい素敵な食卓があってさ、なんでこれ取っとくのっていう感じだし、意味不明ですよね。本当よね。しかもいろんなものの中に私の本があって読んでます。読んでます。まだあの 10ページぐらいしか読んでないわ。読んでます。読んでます。みんなにも宣伝します。ありがとうございます、はい。私の YouTube に登場してくれる人は誰も拡散してくれないんだけど、ね、この家は拡散してくれるということで、はい、ということで、はい、今日始めていくんですけど、はい、まずね、私はほら基本はね、あのパブリックスペースみたいなところで、はい、このね、シャトーもね、はい、自分で片付けてくれれば、はい、ね、あっという間に2階からできたんだけど、そうですね、まずはだから1階をね、はい、今日は絶対これしてほしいって。あ、そうそう、お父さんどうした。お父さん、お父さんもね、逃げました。私のチャンネルじゃ逃げたって怒られますだいたいあの家族総出で、関係者総出でって言ってるのに一番の当事者がいない。どうする、大丈夫なの、いない間に。やっちゃって、あの何回も聞いたんですけど、うん、いいって言ってました。あ、そういうこと、うん、そうなんですよ、うん、とりあえず、はい、一個も捨てずに、うん、置く場所を変えるのは、うん、お父さん的には OK ってことなんだよ。あ、そうです、そうです、そうです。で、2階のこの間提案していただいた娘たちの部屋にっていう、あれで OK です。で、今日から夫婦は別々の寝室になっちゃうけど、それは純子のせいにはされないわね。てかもう、大歓迎。嘘でしょ？お父ちゃんも？いや、大歓迎とは言ってないけど、ふーんって言ってましたよ。いや、もしかして寝たいんじゃないの？ないです。絶対にない。絶対ないの？絶対 100% ないですから。大丈夫です。あのね、私の統計で言うとね、部屋が片付くとね、仲良くなっちゃったりするんだよね。へぇまあ、YouTube ではないけど、私が片付けた後に、子供ができちゃいましたって、なんかまるで私のせいで子供ができたみたいな言い方されちゃってさ、いや、私その子供の作り方までは教えてませんよ、みたいな話でね。あの、寝るっていう関係はすごく重要で、そうそう、だから私はどっちでもいいんだけど、まあ、ただ、私がこの間提案したのは、まあ、ここまでスペースがあるんだったら、うん、そういう形にしたらどう、うん、みたいなところです。いいアイデアです。まあ、なのでとりあえず、ね、前半はこの1階の景色をどうにかして、で、あげるものはあげます。で、ここを片付けます。そして後半戦は、うん、そのお互いの部屋をどう作るかみたいなところでやっていきたいと思うので、そんな感じでよろしいですか。はい、何どうしたの。いやいや、そんなできるんですかと思って。だってそうしたいって言ってるから。いや、したいです、もうしたいんですけど、うん、お願いします。じゃあ、うん、じゃあそういう形でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。ソファーね。これがね、全然使えない。でもテレビは見るの？でもここ座らないですね、まず。ええー。ここですね。うん、なんかここに座って何
なるとなんかもう待ち合い室みたいな感じなんだよね。あ、そうですね。なんていうか、だって扉だもん、ここ真っ正面も。いや、まあでもね、テレビのこんなここを持ってきても、うん、なんか落ち着かないんですよ、これ座っても。なんかね、高さがやっぱり高すぎるんですよね。へー、高すぎる、うん、なんか落ち着かないんです、この座面が高すぎて。そう、前もっと低いの使ってたのに、なんでこんなの買っちゃったのかなって。じゃあ逆にテレビをそっちに持ってって、ここ。あ、そのアイディアも私も前言ったんですけど、うん、線がなんかどうのこうので。ただなんかここにあることによって、うん、なんか分担されちゃってるなっていうイメージはあるよね。例えばこっちにこうやってガーってガーって寄せちゃったりとかして。何してるの？あの、ここを開けるんですよ。そうでしょ？そうなんですよ。だからどこに置いていいの？ここ横にしてみたりとかもするんだけど、もうなんかそれもしっくりこないし。そう、本当はもっと低いのならここに置きたいんですよ。でも、うん、買ったばっかりじゃないですか。そうなんです。で、いつもこういうのを外してるんですよ、邪魔くさいから。へぇ、こういうのも全部取って、うん、こういう状況でやだぁ、何のためみたいな。何のためですよ、本当に。確かに難しいリビングね。難しいですよね。うん、真ん中にドアだし。そうですよね。壁がないでしょ。そう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 。唯一の壁はピアノだし。ああ。ちょっと大きすぎたよね。大きすぎます。え、これ誰が買ったの？私が。じゃあ別にお父さんのものじゃないから私の部屋にあってもいいんだ。あ、別にいいです。え、開けるんですかこれ？いやいやいや。どかすの？いやいや。開ける？いやいや。嫌がってます。まあ、なので別に1階になくてもいいようなものはあげちゃいましょうって話。だから個人的なものは全部上。もう個人的なもの。ああ、そういうことですか。うん、もうパブリックだから、ここ個人的なもの大きすぎ。確かに、うん。どうしたの？はい、探しが、うん、難しい？いやいや、うん、その後が自分が、そうね、そうね、うん、だからやっぱりね、出しっぱなしにしていい場所作らなきゃダメ。そうですね。そう、でもここは景色の一部なので、うん、あの、私はまあいいんですけど、うん、夫はね、いろいろ置きたがるんですよ。そうよね、うん、そうよね。だから手のここに立てて、うん、手が伸ばせる範囲にいろいろあるのがいいっていう。なるほどね、そうね、そうね。じゃあちょっと影に隠れる場所にお父さんのコーナーを作ろう。大丈夫、あ、
私に何でも相談して、どうにかするから。うん、でもそれをね、ゼロが100かにしちゃうから、うん、もう歩み寄れないんであって、うんうんうん、でも言っときますよ、うん、奥さんもまあまあ出しっぱなしですからね。そのこと言えないわよ、あなた。ちょっとそれを言われるか。そうなんだ。こういう時にお父さんにね、うん、ほぼこういう理由でこっちにしたいから、うん、お父さんこれでもいい、いや俺はそっちがいい、じゃあこっちだったら許してもらえる、うん、このねやり取りがあって初めて本人が納得しないと、ね、なかなかね、うんうん、でも部屋が綺麗になるのは嫌じゃないんです。それ嫌じゃないと思いますよ、うん、まあ、だからまあ本当私は景色を変えることによって人の気持ちを変えるっていうことを先にやってるんだけど、うん、まずここの景色を見てもらって、うん、あ、すっきりして気持ち、気分がいいな、うん、からのスタートかな。じゃあのワンちゃんが思ってた以上にすごい。思ったより奥行きないわ、腰入れたね。ああ、そうか。一番使いやすい感じだね。だからもったいないわ、ほら。ちょっとあのグループ、あの、うん、愛のこっちかな。こっちかな。うんうんうん、こっちかな。はい。はい、今日は パパの部屋に、うん、パパのベッドを、うん、設置するのに、うん、一旦一個だけでもベッドを解体しなきゃいけない。どっちのベッド？今お父さんの机のあるあの場所は、うん、一旦保留で、あそこから手をつけない。それより先にあっち側足をお父さん仕様にして、うん、こっち側足をお父さん仕様にして、そう、ママのものとか全部出してお父さんのものを入れて、そうで、お母さんのものがお母さんの部屋に行き、うんうん、とりあえずそれぞれの寝室を作るまでが今日できたらいいかなっていう、うん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 、ベッドって北のベッド出すんですか？北じゃなくて南のベッド出すんです。あっちですか、うん、本当はこっちが仕事場なんですよね。南の仕事場にしたい、したい。どちらにしても南を仕事部屋にするにしても、うん、あっちのベッドをどかさない限り動けないから、そっか、1個ベッド解体しなきゃ、うん、だから、まあ、一番いいのは今日中にベッドを2つとも解体した方がいいんだよね。もちろんそれは、いや、みんなでもベッド解体しよう。でそれをやるのにあたり、うん、もうカメラ、うん、あ、そっちね。違う、私は今あのテレビをどうやったら見やすくなるかなと思って。どうしようかなって感じ、うん、今すごく悩んでる、うん、もうどこにも合わない。本当に、はい、本当にどこにも合わない。
った、ね、あすごい、あバッチリじゃん、これだったよ、ちょっと見ます、はい、見えます見えます見えます、いいですね、もう全然全然いいですね、さっきのマシン、はい、ということで、とりあえず前半戦の、1回が終わりましたので、まずは1回の模様から見ていただきたいんですけれども、今の心境一言どうぞ。ドキドキワクワク、ドキドキね、ワクワクね、はい、はい、それでは見ていただきたいと思います、はい、どうぞ。じゃあどうでしょう、どうでしょう、まさかのワンコが、ワンコがここにいるし、すごい、とりあえずダイニング前にあったわしゃわしゃ感が消えたおかげで、はい、入る、はい、スペースになりました、本当ですね、はい、そして私がこの周りで一番困ったのはやはりご主人のものでした。ご主人はいつもこちらで座って、まあ、自分の手の届くところに全て置いといたと。ですが今まであったものがこちらに移動したりとか、あとここら辺にあったものたちが、ちょっとね移動するっていうこともあって、まあ、本人がいない間にいろいろ動かすっていうのは本当はやりたくないことなので、今回はどうしてもまずはリビングダイニングの景色を変えて、ご主人の意識を変えていただいて、そして2階に臨みたいと思いましたので、こういう形でやりました。そして何よりも、今回この場所に座って何が問題だったかというと、テレビの位置でございます。問題がこのソファーの高さの位置が非常に高かったことで、今まではこのご主人の座っているこの位置からでいうとテレビが結構かぶってたんですよね、うん、なので、まあ、パッと見じゃ分かんないんですけど、うん、これ10センチほどテレビが上がっております。すごい。でもここから見てもあまり、うん、そうしはないのかなと。もうすごいですね、この発想、テレビを上げるという発想。違うんですよ、びっくり、テレビが上げる発想がもうすでに備わっていたテレビラックだったっていうことで、そんなことにも気づかなかったから、いやいやいや、私はいないお父さんと会話しながらやってますから、さっき。素晴らしい、はい、本当にお父さんがこの場合どうなったら嬉しいかっていうことを、やっぱりどうしても自分の手にあったものがなくなるってだけでもすごくストレスだと思うので、うんうん、だからそれに代わる素敵な状況を作らなきゃいけないということで、まあ、私なりに考えた結果、テレビを上げるという発想になったことによって、この高さのあるソファーとダイニングがまあ共存できるようになったということでございます。でもそれだけじゃありません。このピアノ周りも相当スッキリしてます。はい、はい、おー、あらあらあら、はい、あらなくなっちゃった。いえいえ大丈夫ですよ、え、安心してください、こちらにいますから。いらっしゃいました、ハローって入ってきた瞬間にいますから安心してください。本当に、はい、でもね、私ね、お父さんの席に行って気づいたんです。はい、お父さんがふんぞり返ってテレビを見てるとき、はい、思いっきりこいつらがお父さんを見てることに気づいてとりあえずこのラインはニジコのラインで、そちらのラインはパパのラインとして考えましたので、はい、なんならもうこちらにたくさんあった、はい、楽譜とか、あ、私のバッグもまあまあ入れてありますので、すごい収まっちゃった、はい、なのでこちらがすっきりしたと。この家ね、ほんとホラー穴がまあまああってですね、はい、こちらのホラー穴もここはあれですよ、なんて言ったってひな人形が入ってた場所でしたが、ね、ひな人形は奥すぎて出せないということで、まあ孫が来た時に使う椅子だったり、はい、その後ろにはクリスマスツリーとかちょっと大きめなものがどんどんどんと入っておりますので、す、はい、まあ、これだったら見れば、まあ、ちゃんと撮れるかなというところでございます。とりあえずね、まあ、見えてればいいかなということで、はいはい、そしてですよ、はっきり言ってリビングはもうあの傾いたバベルの塔さえなくなれば片付くのかなと思いきや、まあまあの時間がかかってしまい、本当に最後の1時間は純子一人でした。
なんならリビングにこんなに時間がかかると思わなくて、はい、みんなに見放されたんですが、私がこの家で一番最初に変えたところは、こちらの和室でございます。アンジャスさんの場所で生配信をやってたわよね。やってましたね。その穏やかなトーンで店ビラカシ配信をやってた女の、私はどうしても許せなくて、今回趣のある和室に生まれ変わらせておりますので、見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。じゃーん。おお、どうでしょう。あらま、体育館のように、うっそ、声が響く、めちゃくちゃ響いております。すごい、テレビが、はい、あら、そしてそこにあれが、はい、あれがそこに、そうですよ、ここの中にあの孫のグッズが入ってます。今日から、はい、人が泊まれる和室に生まれ変わっております。おめでとうございます。ありがとうございます。かっこ、畳からフローリングに変えて、はい、まあまあお金をかけたにもかかわらず、災害用のお水だとか、そんなものがもう山ほどありますから、そういったものたちはホラーナ1が向こうだとしたら、ホラーナ2の方の、まあ、あのとりあえずあればいいということなので、ここに全部積んであります。もうワンコグッズが多すぎて、ワンコの後ろにいます。あ、本当だ、はい、お水がいっぱいありますの で、その前に、まあ、普段使うようなワンちゃんグッズがあるということなので、こちらは大物のワンちゃんグッズがあります。わあ、すごい。そして何よりも、奥さん、何が嬉しいって、この押し入れが生まれ変わっております。あ、そう、ここがね、カオスだったんですね。もう本当に、まあ、死んでいたと言っても、過言ではないぐらい、あまりうまくいってなかったんですが、こちらの下段には来客用の負担が全部入りまして、そして何よりも、ママの管轄のものたちが全部こちらに入ったおかげで、なんと奥さん、お、今日からここにいろいろ置けて生配信ができます。すごい。ただですね、仕組みがないので物が積んであります。なのでここにちょっとね、棚を後ろに導入して、まあ、カラーボックスでもいいので何でも置けば、取り出しやすくなって、もうちょっとね、この上の方にもいろんなものが置けると思いますので、なるべくここはバッファーゾーンで、帰ってきた時にすぐ置けるような状況で、ここは散らかしてもいいけど、こちらは散らかさないというルールをしっかりと守っていただければ、今日からあなたも、セレブリティなマダムに生まれ変わりますよ。だといいな。私は初めて、まあ、リスナーとしてラジオを聞いた時に、あまりにも声と部屋がマッチしてなくて、そうなった時に、やっぱり大事なのは、どんなに収納散らかってもいいから、お願い、このスペースは壊さないでください。わかりました。今日からここがあなたのスペースになるから、お父さんにはここから内緒にしといて、どうせお父さんここは分かんないから、開けたこともないんだから。でも私があちらのテレビ側にお父さんラインを作ったように、あそこはお父さんのためのスペースとしてしっかりとキープした上で、ここにいいですか、隠すのよ。これからの人生は隠すのよ。はい、ということで前半戦和室とリビング生まれ変わりましたけど、どうだったですか。嬉しいです。なんかもう、もう本当想像もしなかった姿になって。本当に、ええ、週末ビヨンアフター見てればこれぐらいになると思ったでしょ。いや、でも我が家では想像できなかったんですよ。こうなっただけで秩序がなかったんですよ。そうね、秩序が無秩序だったね。そうなんです、それでなんかお父ちゃんがなんかいろいろなものを出しちゃって、そうでもう出しっぱなしでムカつくって言うけど、おめえものものもまあまあ出てますけどっていう話でね。そう、まあ、なんかこう物で主張し合ってたあの夫婦でしたけど、そういう意味で言うと本当に2階の方がチャレンジなんですけど、まずはまあちょっとお父さんが不便のないような暮らしをまずしていただけることを本当にちょっと2階の大改造にやっていきたいと思いますので、はい、後半戦も頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、分解したベッドどこ置くの？分解したベッドは1階に下ろします。じゃあ
本当申し訳ないけど、ベッドを2つ変えたいし、お父さんの寝床とお父さんの仕事スペースをちゃんと作るが今日のミッションかな。うん、せーの。やっちまった、また。どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。